皆さんこんこにちは、小林太郎です、えー、衆院の補欠選挙、えー、このことはもうお話をしました、えー、そして、えー、もうその動画で予測した通りの、えー、岸田たたきがマスコミからも、えー、自民党内からも出てるその両方集約してるのがちょうど読売新聞でねあの えと今朝の配信で「岸田離れ加速自民若手衆院解散されれば12時だ公明も距離どういうお考えなのか」で、えー、見ると保守「衆院保参補選全敗ショック」とかって書かれて「ショックはねえよ最初から知ってんだから全部マスコミだって知ってんだろう」うそんなものもう島根だけなんですから。 何度も言うけどそして島根で先方が亀井久興さんの娘さんで知名度が高い女性をもう立民が取っちゃった段階でねもう勝負あったんですよ。こちら側は自民党の場合はもう,側はもうその分裂選挙の上そういういわゆる島根県連の難しい問題を細田さんが抑えてたその抑えてた方が亡くなった選挙なんでよほどその党本部が本気になって。 島根県連とすり合わせをして候補者選定からしなかったらそれからもう事前に細田さんが亡くなられた段階から選挙に本当に次勝つというつもりの動きがあったのかではないんだから,だからこんなの要するに負けるべくして負けた選挙なんだから最初からみんな知ってますよそれは新聞だってでもそれは新聞だってテレビだって全敗勝クとで岸田政権は限りない打撃を受けたと。 そうね、打撃を受けたって、書かれるという打撃を受けるんですよ。いつもこの問題を皆さん、これね、要するに、言ったって無駄っては無駄なんですよ。書かれちゃうんだから。私のこの番組が数千人、そして他の保守動画で、十万から五十万からっていうのを合わせて、百万から二百万人。そして、メディアは数千万人を相手にしてるわけでしょ？だから言ったって、それはね、その灯籠の斧みたいなものだと。まあ、そうでもないんです。要するに。 あの正確な分析を話してい続ければそれは影響力になるということを私は、えー、ずっと示しているつもりです。でこれもね、えー、自民・若手衆院解散さればうちにいだとそれはねあんた方みんな討ち死にさせたら岸田さん自身が討ちにしちゃうんだからそんな解散しねえよ。でね解散されば討ち死にだじゃなくてじゃあ自民・若手 あんたたち何やってんのと仕事やってんのかといつも言います。岸田総理はも,うものすすごい仕事やってますでも岸田総裁は茂木幹事長を使い安倍さんが亡くなっている段階で党は機能不全なんですね。でそれがいいとか悪いじゃなくてあのそういう状況の中で、まあ、岸田さん自身が。 前から私こういう番組でもお話ししてるけど安倍さんと岸田さん対して安倍さんは人たらしでもう長年にわたって全方位でもう友人や信奉者だらけで岸田さんはそういうことをしてこない人でそういうことに対して人との距離感が非常にある人ですよ。そしたらその政策を断行する能力は岸田さんあるなぜかって言ったら誰,の配慮も誰にも配慮しないから。ではっっきり言って読売新聞が 岸田当確的な記事をこの補選の後出してきたで自民党地方県連が岸田卸しに走,った走り始めたと岡山でそれが起こったとこう書いてますよ。私がここまで何度も予言してきた通りじそれをですね朝日毎日系じゃなくて読売保守系であるはずの読売そして高地会系であるはずの読売高地会イコール何ですか財務省なんでしょ こういういイコール財務省イコール岸田政権だから岸田は財務省のポジだってなんかそういうことを言う人に皆さんがたくさん洗脳されてきたんじゃないので私は去年のいやおととしの9月安倍さんが亡くなられた直後の9月から財務省と岸田さんは全然いい関係じゃないとこれ遡って論文見たりまあ、番組ももちろんですずっと言ってますよ。そして今読売リイコール財務省系 の新聞が。岸田さんおろしの記事と目されるようなものを書き始めて。で、このことを私紹介したら。あのー。私の。ええー。フェイスブックにですね。そういう記事を出したときに。私を応援してくれてる。 読者の方からですねとにかくこのつい10日前の読売新聞の記事を紹介されましてね4月21日に、えー、ガソリン代補助段階的に縮小するべ,べき時期だっていう記事がついこの間10日前に読売新聞で出たんですよ。 ガソリン価格の抑制のためにいつまでも巨額の予算を投じることはできまいと政府によるガソリン代の補助金制度は撤廃に向け段階的に縮小していくべきだろうと言って、えー、読売が書いているとでこれは、えー、現状ではですね原発の稼働を、えー、柏崎原,原発でするのにまだ時間がかかるつまり首都圏の、えー、電力がいまだに えー、まだまだ火力つまり石油依存石油・石炭依存これ特に石油依存がの比重が高い中でですね、えー、戦争を長引いてんですからそして中東にも飛び火してイランまでまた不穏になってるそんな中でですね先にガソリン代の補助を縮小しろというような誘導記事はですよこれは誰が書かしてるんですか 読売新聞に要するに岸田政権に対するその国民切り捨ての圧力でしょでもそれ当然これ財務省でしょうこういうこと言うのはもう財政負担の問題に対してはいつも財政規律の側に立つ,立つのは財務省なんだからで私は別に財務省を敵視したり経産省を敵視するっていうようなそういう言論のスタンスを取るつもりありませんよ。だけども こういう記事をうが出てくるということはですねえ岸田政権というものに対してですね、えー、ここでが段階的にガソリン代補助を削ったらさその私のところにあのかいこ,うこの記事を紹介くださった方はね地方はほとんど車依存だしだって物資の移動だってみんな車依存ですから今ガソリン代補助を打ち切ったらガソリン代が高騰する。 高騰したら地方経済回らないよね。ちょっと時期がいくらなんでも早いでしょ。こういう記事を出すにしてはね。つまりこういうことなんですよ。岸田政権がねを潰しにかかってるっていうことが誰なんですか？って言った時にね。その何度も何度もこの岸田政権潰しというのは財務省が仕掛けてるんです。これは何度も私も言ってます。 だって安全保障国防費を倍にするという表明を財務省に断りなしにやってるんですから岸田さんはね。ですからそういう状況の中でこの今岸田政権が弱ってきたとで衆院補選 3, 3つ落としたんだとこういうことを、えー、3つ落としたんじゃないという話をこの前の動画でしてます。でそれは言いいい訳めいているから えー、岸田さん自身が言うわけいかないけれど客観的に見たら解説としてはこれ3つ自民党が落としたって言い方自体がおかしいんだということを言わなきゃいけないでそれを言うメディアがないんですよそして本来そういう解説をするはずだった保守系が逆にこのチャンスにこの時とばかりにまた岸田さんを批判するこういうことになってで、えー、じゃあとしてですな、ね、どうするのって言ったら。 岸田さんには勝負に出てもらうしかないね要するにもう攻めるしかないんですよそれはこの保守派を再結集すると、これを眼目にするしかないね私はそう思いますでこれ東京15区の主な投票先についての分析がいろんなところから出ておりましてこれを見るとですねあの こういうい特徴があります自民党支持層において、えー、も、えー、無党派層においてもまず、えー、一番取ってる安定して取ってるのが須藤元気さんですねでこれはいわゆる政治,的政治色がないわけでしょこの人は。要するにタレント系なんだから。 そうタレント系が,こうの自,民党が組織自民党公明党が大きく組織で動かなかったときにはタレント系候補がやっぱりふわっと票をつかんじゃうんですよ。でただ無党派層はあの立民の酒井さんまあこれも女性で、えー、と彼女に対するその支持が須藤さんを若干上回っている。しかしですねそれに対してですよ えー、まあ保守党の飯山あかりさんがですね、えー、自民支持層においても、えー、維新の金沢さん須藤さんそれからもともと自民党だった秋元さんに、えー、肉薄してあんまり変わらない票を取ってるんだ。 酒井、えー、さん須藤さんに次いで、えー、こちらの方では飯山さんが3位なんです。でこれはね、あのー、自民党が今出てないと自民党が出てない時に、えー、自民党の支持票は維新と須藤元気さんタレント候補と元自民党の秋元さんと飯山さんで分けた。で乙武さんが本当にどちらでも取れてないというのがあのかなり目立ちますな。 そうまあ女性問題で叩かれているのは非常に痛いんだね、えー、そういう時代になったんだなそれから、えー、小池合子さんの陣痛力も、えー、もはやこれまでというような印象さえ与えますなで、えー、と無党派層ではその参政党の吉川さんですかもあ,のある程度、えー、票を取っている。で 参政党もですねゴレンジャーが解体しちゃって神、えー、谷,谷党首についていろんな、えー、ことが取り沙汰をされるということで、えー、勢いを著しく落としているけれどもそれでも、えー、それなりの票を取ってるそうね何が言いたいかというとねこの飯山さんにしても、えー、この参政党の吉川さんにしても 人、えー、時代前だったらですね、まあ、自民党が出てないという前提ですよだけど自民党が出てないにしてもこの要するにかなり、えー、際立った右派ですよまあ私の観念から言えば保守派じゃありません、えー、どちらかというとうあのかなりエッジの効いたいわゆる右派ですよ右翼政党ですよまあなんかこう特に 政権がすごくああの賛成とは別にしてまあ今の日本保守党に政権が特にあるわけじゃないでしょ政権つまり、えー、と政策綱領があったりそれを継続してやっていくということじゃないだけどもえ泡、ー、沫候補にならなかったんですよイエムさんがつまり、えー、右張りに張っていくと、えー、瞬間にわっていう時にですねそのネットのこう わーっとと煽られて、あのー、こう過激になってる層以外に、えー、一般の選挙民の中で放、えー、末候補以上の票が取れる時代になってるでそれは、えー、タレント候補に対してですね、えー、必ずしもやりようによっては、えー、劣らないだけの、えー 不動票を獲得できて、保守層も獲得できると。で、もちろん金も組織も人材もないんで、日本のそのいわゆる。保守、あるいは右派政党にね。で、長期的なビジョンもありません。はっきり言って、皆さんに。その場しのぎでしょ。で、だから、あの。本当はしっかりとした。あの保守系の自民党より右の政党が必要だと、これ私長年言ってる。だけど。 あの私は政治と別の形で国家や政治に強い影響力を与えていくというのが私の自分自身の在り方ですからあの政党には直接関わらないし、まあ、誘われもしないけどねであのこの右張りの政党が、えー、しっかりと育つということは今日本では考えにくいはっきり言っている。というのは やっぱりあの思想と組織と金が必要だからで思想も組織も金も人生本当にかけ,るかける人間でやらないとさそりゃその場その場でわあっていうなんかこう今もうこの SNS もみんなもう時間間隔が短いもうパッパパッパ番組切り替えるもう早送りするで読書も録音しない。こんな中でですね、えー 思想金組織をしっかりとしっかりとってことはさやっぱり年年年や,3年や5年じゃないよそういうスタンスでやるっていうぐらいの腹を決めた人間が出ないなら全てはいつも線香花火に終わるんですよ。でそれでもいいでしょうそういうものもあったらいいじゃないですか。だけど今私が言いたいのはこの選挙結果を見るとしっかりと自民党がもっと腹を決めて。 保守政党としてのカラーを強く打ち出せば勝てるんですよ逆に言えばそのことが、えー、自民党自身が、えー、気づいていない早く気づいてほしいで岸田さんは、えー、安全保障外交のいて極めてラディカルな、えー、保守側あるいはもう右派ナショナリスティックな意味で 非常に過激な政権ですよやってることからら見たらでもちろんその場合ナショナリスティックになるということは、えー、アメリカや同盟国との関係を深めるということなんでその面だけ強調すればアメリカのポチだ何だとこれ安倍さんも一緒ですよ言われたことにおいてだけどこの記者さんが、えーまあ、皇室の問題も今、えー、画期的な。 前進が進んでいいると後続確保についてですねでこれはいろいろあのいろんな疑念を出されたりしてる方いますけどこれずっと安倍時代からやってきた同じチームが全部やってるんですこのね何でもねその木田さんが何かやった時に「木田さんはこんなことやってけしからんで」でいや木田文夫さんがやってんじゃないからそれは木田文夫さんはゴーサインを出してるだけだからね当たり前でしょ 総理大臣が全部あれメニューと中身決めてるわけじゃなくていや皇室の問題今までやってきたのは誰よって言ったら安倍さんを裏方で支えてきた人が今やってるんですですからその流れに記者さんがゴーサインを出してるでもう一つ大きな柱これは憲法改正ですねそしたらまあ自衛隊免疫と緊急事態ですよでこの問題もえをしっかりと引き下げてですね このもう保守あるいはラディカルなナショナリズムを標榜して放物、えー、候補にならないとそれを自民党自身がしっかりと掴むんですよ。もう玉虫色でなんとなくリベラルに顔色をうかがうとこれはね自民党だけが保守政党でテレビもアカデミズムも全部総出で自民党にかかってきた時代と違うんです。今自民党以外に 維新がおりそして、えー、そういう信仰の保守右派政党ができてその保守右派政党がパッて候補出したらさ、えー、もう均等割でタレント候補と、えー、立民の候補と、えー、維新と並ぶか維新より取っちゃうぐらいこれ都市部だけじゃないですよ。全国でここれ起こりますそう 自民党よ先にナナショナリズムにに目覚めなさい先にって言ったってもう遅いんだよだけどもう今からでいいから目覚めなさいとで自民党が本来の保守政党としての面目に戻ればテレビに気を使いアカデミズムに気を使っているというそのリ,リベラルに気を使うことはもうねはっきり言って票にならない本当は信念に基づいて行動してほしいけど別に自民党議員の多くに信念があるというわけじゃないんでしょうから。 もうそれだったら勝てることやりましょうって言った時にせっかく岸田さんがこれだけ安全保障をやる皇室やるそして憲法改正ももう任期中にやるって言ったらもうこの国会でやんなきゃいけないんだからもう56あと2ヶ月半しかないんだよ任期延長しないんだったら国会会期を延長しないんだったらあと2ヶ月弱ですよ。本当に国民投票に持っていけるのって言うからこの間の,その憲法改正を求める有識者の会で私記者会見で言ったの。 GHQ が1週間で作った憲法の中で緊急事態と自衛隊名疫という2項目だけやるのにこんなもの2か月であれは十分じゃないかやる気があるかないかだけだそしたらこのまたいずれやりますけど日本維新の会のこの間馬場代表に私の平和圏の雑誌の総合のインタビュー対,まあ対談インタビューやった時にですね馬場さんもやる気だけだと。 で自民党がや、えー、やるようなやんないよううなななないいみたいなこれ本当にバーンと進むとしては何なのって言って馬場さんに何なんですかって聞いた,ただからもうこれは岸田総裁の決断一つだとああじゃあ岸田総裁は決断すると思いますよ私はここまで右からも左からもやられて本人はもう安倍さんを継いでさらにそれを前進させてこの国を回復させようと岸田さん 本気で思っていると私は、えー、政策を見ても私とのやり取りを聞いててもそう思いますからただから憲法改正皇室の問題にこれだけ短期間に、えー、目処をつけるという、うん、トップの決断があったと同じように憲法改正においても、えー、決断の時期がいよいよ来ているで私から見ても 戦えは戦えるほど勝てるんだとこのことを岸田政権に強く申し上げたいしまた保守はそれを期待しつつですね一丸となってこの我が国の戦後レジウムからの脱却の次ですよ脱却した次の一歩を憲法改正を初めてやることで示すとそちらの側の陣営にみんなで加わろうではありませんか。 これを申し上げておきたいと思いますありがとうございまし